というわけで、次の日です。間違えた。今なんで、こっちかな。そう、忘れたらすごい失礼ですからね。でも、たまにあります。で、次の日は、十和田湖の方に、奥入瀬渓流通って十和田湖に行っているルートでした。ちょっと天気いまいちだったんですよね、この日は。雨は降らなかったけど。あ、さっきの靴乾かし器です。差し込み持ち歩いてるんではないです。充電池濡れるパターンは大丈夫かな？だいたいバッグの中で使ってますからね。引き上げ、ああ、流れた。じゃあ次役ですね。じゃあ次の日の写真の1枚目。朝食かな？これはかなり美味しかった。じゃあ次枠でまたよろしくお願いします。お疲れ様でした。こんばんは、いらっしゃいませ。時々、外発信の時ですかね。ありがとうございます。いらっしゃいませ。こんばんは。ナス。あれはですね、これから拡大します。もう少しお待ちください。この朝食は本当に手が込んでるとも違うな。なんて言うんだろうな。なんか作り手の気持ちが、なんかうまく表現できないな。あと5秒。牛乳が、そう、牛乳がえらいたっぷりあるんですよ。こんばんは。椎茸、当たりです。椎茸です。箸よりフォーク。私はこういうのでも箸の方がいいですね。フォークか。フォークは最後に皿に残った細々残ったのを取るのが結構苦手で、落ち着けるからよく言われます。あと眠たくなるとも言われます。盛りだくさんです。牛乳が土乳。これか。これかな。川よグリーン牧場の 100% 牛乳。この牧場自体も今経営的にはいろいろ大変らしいみたいなこと聞いたんじゃなかったかな、この時。ケチャップがない。あ、ケチャップないですね。じゃあ始めます。八戸だから6日目 ?6 日目何日目だっけ7日目あれ ?7 日目だっけ ?7、8、9、違う。6日目だ。枠説明間違ってる。枠説明に7日目、8日目って書いてますけど、これ6日目ですね。まあ、いっか。で、朝食なんですけど、川湯グリーン油ソーステルの朝食です。多分これオリーブオイルとか塗ってありますよね。ガーリックオイルかなと、さっきコメントで正解出ましたけど、これ椎茸です。椎茸とソーセージと、あとこれオムレツと、あと山のようなキャベツを食べさせますからって前の晩から予告されてました。に、確かこれオリジナルのドレッシングじゃなかったかな。映ってないか。ガーリックだったかな。あんまりなんかガーリックの匂い強くなかったんですけどね。で、これがホット牛乳。で、ホット牛乳たっぷりいっぱいあるんですけども、これとは別に、このコールドの方を飲んでほしいって言われて、こっちが500か1リットルぐらいあるんですよ。納豆はなかったですね。で、ちょっとびっくりしたのが、このオムレツの中が甘栗入り。朝出ていくときに気がついたんですけど、この辺りで栗の木が多いんですよね。だからそこら中に栗が転がってます。で、その栗だと思います、確か。確かおばあさんそう言ってたんじゃなかったかな。そう、さっきのあれ椎茸です。本当に砂糖か、それもうまいですね。ほんのり甘い感じが。賞味期限どうだろう。ここから見えないな。いや、そういうなんか、そういうことは多分ないと思うけどな。あと、仮にギリギリであっても、期限内だったら全然問題ないですよね。と、あとこれが珍しかったんですけど、フランスの人から、フランスのお客さんから教えてもらったっていう、フキのジャム。煮物とかにするフキをジャムにしたやつで、こういう状態になったら、イチジクとかに似た感じなんですよ。かなり美味しかったです。酸味と甘みがあって、あれって吹きだけで酸味が出ないと思うんで、酸味は足してあると思うんですけどね。未開封、牛乳ですかね。そう、吹きジャム。一般的なもんなんですかね、フランスだと。
確かフランスで会ってたような、イタリアじゃなくてフランスだったはず。うん、フランスで一般的なのかどうかは調べてないです。で、あー足を飛んでるな。で、この日からが快晴だ、違う違う、この日朝快晴だったんだけど、奥入瀬渓流だと曇ってたんですよね。そうそう、パンに塗って食べました。美味しかったです。なんか全然フキのイメージの味とは違うんですよ。オリジナルかもしれないですね。フランスのある地方の家でだけやってるものとかかもしれないですね。でもそれはそれでいい感じです。ラッキーで、出発して、これがすぐ近くの向山駅かな、向こう山、向山、明るいと。この日は前半良かったんですけどね。ルバーブ、あ、ルバーブってなんか聞いたな。あのおばあさんからルバーブってキーワード確か聞いた。何だったっけ、どこに入ってたんだかな、ルバーブは。さっきの吹きがルバーブの代わり、そうかもしれないです、もしかしたら。吹きそのものはオリジナルそうじゃないのかな。うん、で、青空いいですよね。特に色強調してるから。とか言うもんじゃないな。酸味の、あ、ですよね、やっぱり。うん、JR の駅です。JR 八戸線の方かな。いや、違う。JR じゃない。青い森鉄道の方ですね、これは。ナスを、へぇー。あの、ナスって漫画の、あの、単行本の後ろの方にナス料理 のこと書いてありましたね。いろいろと珍しいやつが。佐竹、水色、あ、そうそう、水色の生き物。確か水色の生き物の名前はモリーでしたよね。青い森鉄道のモリー。で、コーナーいろいろ剥製があったりって、これなんだ？え、ペンギンこれ。なんでペンギンの剥製が。あと読めますよね。読めないかな、さすがに。アサリちゃんです。とか置いてありました。秋じゃなくて春。ん？秋じゃなくて春というのは、どこのことだっけ？バンビ。で、あと左側の壁にこれがありました。読みづらいな。確かこれ乗鞍の方に行った時もあったやつじゃないかな。電車が来るまで、しかも汽車だったと思います、確か。確かここ電化されてないとこでしたよね。鉄道娘ってやつでしたっけ？あ、鉄道娘だ。全国鉄道娘巡り。全国でやってんのか。で、乗ったことあるのが、東武鉄道は乗ったことないな、これは。港南鉄道もない。十和田湖観光電鉄もない。え、観光電鉄、あそこ、線路ありましたっけ？十和田駅の方か。廃線、あ、廃線になったとか、これもしかして。あと、青い森鉄道と、青い森鉄道も乗ってないな。京王電鉄は乗ってる。大井川鉄道はかなり乗った。以下は千代。千代っていうのはどこだっけ？とか、あまりな、長々やってるもんじゃないですね。でも気になるもんで。あと、東武鉄道がもう一個あった。富士急行もありますね。大月、大月。ということで、すいません。コメントまただいぶ流れて申し訳ないです。あ、結構昔からそうなんですか。そう、八戸時江。時江は何なんですかね。うん、萌えが恥ずかしいっていう感覚は多分これから変わっていくんじゃないかなと思うんですけどね。私も恥ずかしいというのは十分にあるんですけど、多分それは、慣れてるかどうかだけだと思います。子供の頃からそれ見てたら、恥ずかしいっていう気持ちは含まれないんじゃないですかね。でもやっぱエロいところはあると思うな。で、北海道っぽいですけど、これ青森ですね。キャベツかな、これは。これはキャベツじゃなくて何だろう。わからない。萌えにはエロいっていう成分も十分入ってると思うんですけど、違いますかね。あと、ローマ字で書く可愛いっていうのにもそういうニュアンスが入ってんじゃないかなと思うんですけど。洋ピンって洋物ピンクでしたっけ。あ、ごぼうですか、これ。ごぼうの葉っぱって知らないな。で、ここから六戸市です。今回結局八戸と六戸とだけしか行ってないかな。
あれ順番に並んでるんでしたっけ。イタジャージ、イタジャージ一点だけ来ました。一点だけ。うん、あのメープルタウンってことで、あのメープルキャラクターがいますね。ただ6の辺の市街地はメイン道路のところあまり何もなかったですね。これがメイン道路というか市街地の一番広い道路なんですけど、ちょっとあの横の道に入ったところの方がいくつか店があったと思います。あと本当にこれ6の辺の中心地でよかったのかな。畑、そうですね。ん？やめてって言われたからって今何やめてって言いましたっけ。変わると言い続けて、いや4年前の頃はそういうこと別に言ってなかったんじゃないかな。最近特にでもそう思うんですよ。昔で言うとその永井豪の絵とかがなんか社会的見てどうかっていう時代があったと思うんですけど、それと同じじゃないのかな。違うかな。1の辺から8の辺、この辺もあるんでしたっけ。確か 9の辺。あ、バンビも確かに痛いといえば痛いかな。でもバンビエロくないから。あとこの辺り結構大きな水田が多かったですね。稲作地帯が。あ、剣またいでるんでしたっけ。あ、9までですよね。痛いか。痛いっていうのは違和感があるっていうところが大きいですよね。あ、4がない。さすが日本的。うん。大仮面、まあ、あれもそうですよね。そうだよな。うん、で、ここから十和田市。馬の駒の里って書いてありましたね。十和田湖と十和田市っていうのは位置関係私知らなかったんですけど、こっちが十和田湖で、十和田市の中心にここにあるんですね。ここからゆるーく登っていきます。これ十和田湖も十和田市の中なのかな？中なんですよね、多分。名字としてってことは昔あったんですかね。あ、田んぼに感動。なるほど。使徒、4の辺、4の辺。主要男のバンビは似合ってますか。ありがとうございます。ありがとうございます。で、この辺りの地元の、B 級グルメでいいんでしたっけ。牛のバラ焼きっていうのがコメントでも教えてもらってて、で、それを、この時どういう計画してたのだったかな。当時何考えてたのか忘れてしまいました。一応材料買うっていうのはこの時から言ってたんだったかな。牛のバラ焼き、八甲田山ちょい南あたりです。位置関係で言うとこうですね。八甲田山で、私は八甲田の方には今回行かなくて十和田湖通ってこっちの方に行ってます。破線がだと思います。でも全部は出てなかったと思いますね。渓流、馬で、道の方ですかね。それとも遊歩道の方かな。で、あ、次の写真がこれか。で、その材料調達のために自炊しようと思って、コメントで教えてもらったとこだったかな。この辺りででっかいスーパーといったらユニバースか、あとパワーユーでしたっけ。いうところがあったんで、この店内かなり広かったです。牛なのに。単影見たことないんでわかんないんですけど。で、バラ焼きのタレが2種類あるんですよ。コメントで聞いてたのはこのスタミナ源のタレ、こっちが割と大きくて198円で、この2倍、 Y との違うかな。で、同じメーカーなんだけど専用のバラ焼きのタレっていうのが書いてあって、こっちが298円でしかも小さいんですよ。で、この2つ並べてどうしようかなと思ったんですけど、やっぱり自転車旅行だと重さを気にしてしまうので小さい方買ってしまいました。高くて小さい方、なんかこっちの方が味的にうまそうな感じがするじゃないですか、小さいのに高くて。なんですけど最終的には地元でバラ焼きと言ったらこっちらしいですね。こっちの方が生姜とニンニクがガツンと効いてて、こっちの甘、かなり甘いらしいです。なので、そう、スタミナ源のタレって一般のご家庭に大体2本ぐらい常備されてるって、この後泊まるライダーハウスのオーナーさんが言ってました。
塩タレ、あ、塩タレなんてあったっけ。このスタミナ源のタレっていうのがいっぱい置いてありました。あともう一個確かなんだっけ、ベルバラなんとかっていう、ベルサイユのバラタレとかいうのが置いてありました。あれ違うメーカーですよね多分。スタミナ源はなんか関東だと高いってオーナーさんが言ってたんだけどな。ですみません、ちょっとコメントまた追いつかなかった。確かあのベルサイユのバラタレじゃなかったですかね。検索してみようかな。確か漢字のバラにバラタレ、あ、やっぱりほらこれこれ、十和田さんニンニク入りバラ焼きのタレ、ベルサイユのバラタレ、これですの名前は、名前は覚えてる。パッケージはもう忘れてしまったけど、あれがた、あっちも確か198円だったかな、298円だったかな。で買ったのがこれです。あの材料としてはですね、玉ねぎと牛肉だけなんですよ。で牛肉はこれあの大きいやつと小さいやつしかなかったんで、あの小さいやつ2個買って1人前ぐらいかなと思って買いました。300円分ぐらいかな。何かと思った、なんだろうこれ、カビ、カビ、上北農産加工、あ、それで KMK なんですね。バラ焼き一人にしては最終的にそうですね、かなり多かったです。でこっちが、十和田駅でしたっけ。あの確か1年前に廃線になったっていう話だったと思うんですけど、何にも残ってないです。ここにその十和田駅があったらしいんですけど、ね、線路もないしホームもないし何にもないです。あとの写真の、あのスライドショーの方に写真残さなかったんですけど、ここから右手の方にあの草ばっかりの荒れ地があって、そこが大栄だったらしいですね。なんか亡くなった瞬間に完全にもうスラチンしちゃったんですかね。これ結構探しました。あの見ただけじゃ分かんなかったんで、そう大栄線路跡、ああそういうとこも結構ありますよね。でその後街の中抜けていって、これが十和田市の真ん中あたりですね。あのアーケード街があります。うん、廃線はなんかまあ自分が乗ったわけじゃないんであれなんですけど、輪行の選択肢が減るっていう点で私は残念だなって思いますね。濡れ、ん?漏れ通ったところは駅残ってた、あ、1年前が確かあったんですよね。でちょっとあの街の少し外れの方に芸術祭って、これあの美術館ですよね、があって、あの外からいろいろ見えます。そう、中入らなくても外からだいぶ見えてしまうっていう、それで満足する私みたいな人が多いんじゃないかな。ゲンタレ、魚のフライ、あとパスタを炒めたりとか、いろいろ何でも使えるらしいです。でこのなんか目が痛くなる床とかですね、そう、サバイブ、これはなんだっけ、これも中の人も見えてるんですよね。うん、お客さんも見えちゃいますね。振り返りチューブに、あ、YouTube にですか。振り返り配信は私的には何回でも自分でできるからいいかなとか思ってしまって、あ、あとこれはあの花ですね、花馬、これもなんか大きさから考えるとものすごい手間かかってますよね。まあ芸術品手間も何もないのかな。金沢の、あ、金沢にもあるんですか。あとは私これ見て、あの地球防衛軍だって思いました。赤い槍でも、槍的にはこれあれですね、あの日本の槍とはちょっと違う感じですよね。かなりの手足が長くて胴が小さい。タイムボカン、過去旅行の振り返り、もうすでにあのどこ振り返ったか覚えてないんです。21世紀地球防衛軍ですよね。タイムボカン、ロボット、ゾイド、ゾイドってゾイドの定義はいまいち分かってないんですけどね。で、あのその前の方にある公園の方もいくつか芸術品が置いてあって、あの垂れてるやつとか、あと目が痛い感じのやつとか、これ確かの作者の名前がコメントで出てきてますね。作者の人の名前が宇宙の戦士、あれですね。宇宙の戦士はあれ誰だっけ、
宇宙の戦士はハインラインだったっけ。あの映画の方私見たことないんですけど、元の小説は読みました。このとこ、あ、配信の時ですかね。あとは、あ、そうそう、草間弥生さんって読むんですかね。そうそう、気持ち悪い携帯。あとこれ、あのカボチャっぽいやつが中に入ったら、あのいろんな色に光ってるってやつなんですけど、外側の写真撮ってなかったですね。中しか撮ってませんでした。あとこれ、いろいろ垂れてる車、これインパクト強いですよね。綺麗にできてる、えぐい。エイリアン、あ、 SF は私、あの読む小説って SF だけなんですよ。気違いなのか。でこれと多分同じシリーズで、タイトルなんだっけ。こっちもなんか、あの膨れてる家です。最先端のこれの中の映像は撮ってないか。中に入ったらですね、この家が CG で再現されてて、そう、 CG の家がなんかずーっと喋り続けてるんですよ。なんか家は、ん？家はあなたを守るとか、あと建物の中にある家は絶望しか生まないとか、なんかそんなことばっかり言ってました。マシュマロマン、うん、動画、あ、そうか、中の動画も映しましたっけ。そうですね。で、一応これ窓枠ちゃんと窓はまってるんですよ。うん、なんかダークな感じでしたね。で、あとこの写真は、なんだっけこれ。この写真だとどこもかからないけど、あのアイスクリーム売ってましたね。あと、弘前にもこういうのやってる人がいて、そこにあの、弘前アイス組合とか書いてありました。この辺りってあの、ババヘラアイスと同じようなアイスなんですかね。あの、コーンの色がピンクとか緑色とかのやつ。今度 SF のおすすめ。おすすめか。私が好きなのっていうのは今のところ2つなんですよね。グレッグ・ベアじゃなくて、あれ？ブラッド・ミュージック誰だっけ？ベア。何ベアだったっけ？ブラッド・ミュージックって SF と、あと、竜の卵って SF が好きです。でも、竜の卵はまだやってるか。まだ売ってるか。で、この後、公園見つけて、一応公園の入り口のあの看板見ても、火を使うなとははっきり書いてなかったんで、まあ、それを盾にして、でっかいテーブルをお借りして、実践配信しました。こうしたと、そうですね。好きなのと、何ベアだったっけ？あー、ブラッドミュージックの作詞思い出せない。竜の卵はロバート・エル・フォワードっていう、確か物理学者の人でもある SF 作家なんですよね。そう、焼きそば弁当と、あと、バラ焼きを。ん？グレッグ・ベアはグレッグ・ベアの代表作といったら何だっけ？一番最近だったらプランクダイブとかの人ですよね、グレッグ・ベアは。幸せの理由とか。あー、気になる。じゃあ、ブラッドミュージック、確か、ベアって人がいっぱいいるんですよね。あれ？グレッグで合ってる。すいません。なんか勘違いしてます。グレッグベアがこれか。あれ？じゃあ、フランクダイブの人は誰だっけ？あー、ダメだ。まあいいや。後で調べて思い出します。自分だけで。あ、エンダーのゲーム面白いですね。あれって確か映画化されるんでしたっけ、もうすぐ。あれちょっと見たいなと思ってます。いや、すいません。検索もやめときます、今は。で、色的にこれすごく色合いが単色ですよね。焼きそば弁当の焼きそば。焼きそば弁当のスープ。と、あとバラ焼き。バラ焼きはもうちょっと拡大したのがあります。こんな感じです。で、さっきタレが2種類あって甘い方買ったって言いましたけど、この甘い方はですね、あんまりなんか強い味がしないですね。まあ、普通に美味しいぐらいの感じです。もうちょっと個性があった方が美味しいと思う。だからあの原タレなんでしょうね。エンダは私はそのひどい翻訳の方しか見てないんですけど、それでもあの内容は面白かったですね。そう、茶色しかないです。で、この時道の駅の脇の公園でやってたんですけど、道の駅の方の店の方にはこういう、こっちが
正しいバラ焼きです。こんな感じです。これと、これだとだいぶ違いますね。そもそも玉ねぎの切り方が全然違う。正しくはこうなんですね。これはピーマンかな、ししとうかな、なんかそういうのが入ってますね。あー、うどんもいいな。うん、ピーマンも買ったらよかったですね。私はそもそも作る料理のイメージっていうのを最初に考えたりしないんで、全然本当になんか設計図を見て材料を買って作るぐらいのイメージなんで。キムソヤなんですかね、そうまでして。バラ焼きっていうのは簡単に作れそうだなと思ったんで、あんまり凝ったものは難しいので作らないです。ん ?1050円、あ、これか。あ、これだけじゃなくて定食じゃないんですかね、多分。で、あとあの、奥入瀬渓流のに向かってる途中の、なんだっけ、喫茶店かなんかだった、レストランだったか、の前でえらい吠えられましたね。可愛かったけど。こいつとあと黒芝と、もう一頭黒芝じゃない芝がいたかな。うん、なんか馬もいますね。馬吠えてないです。あー、わさお。今回も近く通ったんだけどな。噂を見るために往復何十キロか走る気にはなかったな。うん、もちろん吠えられました。当たり前のように。馬は髪が、これって、あ、そっか、縦髪っていうか。本当になんか人間の頭みたいなところに生えてますよね、これ。で、谷筋に沿ってずっとあの、奥入瀬渓流の方に向かってます。昼飯の時の突入、昼飯の時ってありましたっけ？大気町の公園でこっちに向かってまた帰っていった犬と、その公園の手前で並走してくれた犬はいたけど、あ、いましたね。なんか白いワンちゃんでしたよね、飼い犬の。あ、あれは動画の方にしか残ってないです。チャラそうな黒髪でしたね、馬刺し。で、ガリガリ、あ、そうなんですか。で、この辺りからちょっと肌寒くなってきました。曇ってたのもあるし、標高が少し上がってきてるんですよね。居酒屋、行ったことはもちろんあります。飲み会とかで。ただ一人で、しんみり飲むために入ったりって、そもそも自分で飲みに行くってことないですからね。一応、ランチもやってるとこだったら入るぐらいかな。ん？定食は押ししよう。ん？美味しそうかな。で、しばらく何もないんですけど、この十和田湖温泉郷っていうとこは少し塊で、宿とかお店とかあります。こんな感じ。まあでもこれも平日だからかな。人はほとんど歩いてなかったですね。あと3分了解です。そう、全然飲めなくて。配信の時にチューハイとか、3% のチューハイとか飲んでるのは、配信だからなんですよね。しかもあれってお酒として飲んでないです。本当にジュースとして飲んでる。で、この時に確かここに入ってくる道の直前でトラックの人から声かけられて、頑張ってくださいって言われて頑張ってだったかな。で、どう思って行ってきたんですけど、実は突だったんですよね。その後コメントでなんとかやりとりがあって、で、実はその後でまた会うんですけど、どうにかして更新とかしなきゃいけない、とは何のことでしょうか。で、あとこれ、はやぶさバス。こういうシリーズって他にもあるんですかね。光バスとか、こだまバスとか。そこいらか。あの時電波なかったんですよね。で、この辺りからですね。奥入瀬渓流の本領発揮は。あ、次枠は10時、やります。もう少しやります。JR 観光バス。これが紅葉の時期だったら、あと1ヶ月遅かったら、半月かな？あと半月遅かったら、すごいことになってたと思います。で、これですね。さっきの地図で言うと、どの辺りだ？あ、これ GPS のログが抜けてるとこだ。ここに温泉郷があってですね、からここに入るところで最初にトラックの人に会って、
で、コメントで言われた後で気がついて、その後またずっと進んでたら、この辺りで、なぜか前方からさっきのトラックがやってきて、で、徐行しながら渡されたのがこちらになります。そう、あれ同じやつでしたっけ、これ。前の日にもらったのが、これ。エメラルドマウンテン。で、トラックの方にもらったのがこれ。エメラルドマウンテン。同じですね。そうか、全く同じやつだったっけ。じゃあ、あと15秒か。うん。じゃあ、このまま次枠に行きたいと思います。また別枠ですけど。私はこの時電波悪かったんで、コメントで、すいません、お待たせしました。飲み物買いに、さっきツイッターで書いたんですけど、飲み物買いに行こうと思って、出かけたら、外が意外と寒くて、いや、こういう日には温かいコーヒーかなと思って戻って、コーヒーのために湯沸かし始めたら、コーヒーが切れてるのに気がついて、でも確かどっかに買い置きのあったなと思って探し出して、今コーヒー入れて、で、ようやく枠開始しました。お待たせしました。その説明どうでもいいですね。あ、私にちな冷蔵庫あるんですけどね、何年動いてないかな。5、6年ぐらい動いてないかもしれない。そう、自炊しない人間なので。しないというポリシーがあってしないわけじゃないんですけどね。昔はちょっとやってたんですけどね。まあそんなことはいいや。じゃあ、始めます。いや、実は使わなくなる直前あたりではですね、かなり水漏れしてたんですよ。で、買い替えるのもめんどくさいなとかいう気持ちでいたら、もうずっと使ってないですね。冷たい飲み物飲みたいときは、すぐ近くに自販機があります。コンビニもあります。明日はどこも走りません。雨だし。なんとか雨の合間に塗って、15キロかな、家から15キロ離れたとこのセオサイクルに自転車持ってって買ったとこなんで、見てもらおうと思ってます。変な音してましたからね、自転車。朝ごはんはコンビニおにぎりかコンビニサンドイッチぐらいですね。自炊して旅行食野菜必要ですよね。外食で野菜食えるとかあんまないんですよね。うん、お風呂の前に入ってます。私は風呂入らないと我慢できない人間なんで、それもなんか間違ってるとは思うんですけどね。自炊は書籍。今そうですね。書籍の自炊もしばらくやってないな。不便。いや、そんなでもないですよ。急いで買ってくれば、目撃された人に、あの人何やってんだろうと思われるぐらい急げば、まあ1分ぐらいで買って帰ってこれるかな。1分無理か。2分あれば大丈夫です。青汁か。で、写真の方はトラックの方からいただいた、トラックの写真は残ってないか。あ、確かあったんだけど、すいません、今スライドショーに残してませんでした。お風呂でどこから会えますか、決まってるんですが、そんなこと言わせないでくださいよ。うん。で、奥入瀬渓流ですね。あ、シャワー。私はもうそろそろシャワーだときついですね。寒いです。違法判決なんかそんなのあったんでしたっけ。ん、背景、あ、これですね。でかい素子なので、こうなります。で、マクロ撮影だとこれが逆にやりづらいんですよね。ようやく最近絞りを、絞って固定するっていう、デジカメのモードで言うと A って書いてあるモードの使い方初めて知りました、今更。冷蔵庫あることあるけど動いてないです。今動かそうとしたら動くかな。湯船に使って、私は単にシャワーだと寒いんですよね、冬は。ん？人形の蛇をもらったの、トラックの人からもらったの。ん？人形っていうのはこれですか？人形。人形の蛇をもらったの、トラックの人からもらったの。人形の。これはもらってないですけどね。ちょっと待ってください。清流電波、そう、この辺り電波はえらいなかったですね。ただでさえ規制されてんのに。動きは多分私はドコモの規制食らってたんだと思います。多分ですけど。そう、今動かしたらやばいんじゃないかと。食料保存。やっぱりなんか冷蔵庫ないって言うとものすごい
ものすごく反応ありますよね。そうか、最近しばらく行ってなかったからな。冷蔵庫なし生活です、私は。おもらしすること、おもらししたことはないな。残尿感とかいう話かな、それは。シャッタースピード、あ、シャッタースピード遅くしたのあります、この後。あさりよしとも、そうなんですか、いらっしゃいませ。あの人は自炊とかしない人なんだっけ。あとこの辺りですね、あの川じゃない方の側、川じゃない方の側、山の方かな。右手にだいたい渓流が流れてて、左手がこういう感じです。ずっといてもこんな感じ。あの場所によってはすごくあの人工物に見えるんですけど、これ自然物なんですよね。多分柱状節理の 一種だと思うんですけど、どこの岩でもこんな風な感じになってます。確か十和田湖の湖畔もこんな感じでしたね。肉以外は、うん、まあ野菜で一晩とか二晩ぐらいだったらなんとか。高血圧、あ、私はちなみに低血圧です。あの会社の健康診断で上が100いかなくて何度も測り直す人間です。といって朝弱いわけではないんですけどね。人面玄武岩、どうなんでしょうかね。柱状節理のあれって玄武岩なのかな。そう、積み上げたみたいに。で、アシュラの流れ、これがあのシャッタースピード遅くしたやつですね。あのコメントで、コメントで遅くすべきだって言われて、ただ私これ、あの確かに写真の技術としてよく見るんですけど、別に自分で見た目と全然違うと思うんですけどね。なんでこれが定番になってるのか不思議です。確かに綺麗っちゃ綺麗だけど、自分の目で見た印象とは違うんですよね、これ。アシュラの上が100、本当になんか低いんですよ。特にあの健康診断受けてるのが午前中だからかな。激しいってほどではないです。あ、でもまあまあかな、この辺りは。あ、神岡の人いらっしゃいませ。このシャッタースピードはですね、これか。4分の1秒です。大したことないです。下50代どうだったっけ。いつも上しか気にしてなくて。で、あとこれはあの渓流の方ではないんですけど、山側からあちこち滝が流れてきてるんですよね。で、全部名前がついてます。これはどれだっけ、雲井の滝だったかな、雲なんとかの滝。顔とかデジカメだから映ってないんじゃないかな、デジカメだから。あ、薬が必要って場合もあるんですかね。そう、記憶補助でございます。あとこういう、これもなんか不自然だな。なんでこんな状態になってんだろう。この岩もさっきのあの岩と同じような感じの割れ方ですね。この辺りで観光客、いや結構歩いてる人もいました。写真に写ってないだけで。で、これが一番でっかい滝の、なんだっけ、銚子の滝でしたよね、確か。あの頑張って固定しましたよ、銚子の滝。こっちが何秒だっけ、何秒とかそういうところで写真語るところじゃないですね。0.6 秒ぐらいです。行ったことあるのはここですかね、銚子の滝。これが多分あの一番目指すというか、なんて言うんだろう、ビューポイントかな。あ、そうそう、水側の青く見えますよね、こういうところの。ロファコツ、それは和コツか、いらっしゃいません。いや、あの三脚じゃなくて、あの脇締めて手固定してるだけです。シャッタースピードがそんな1秒とかじゃないんで、まあこうやって見たらボケてますけどね。まあただこうやって縮小すると綺麗に見えます。そう、ちょっと話外れるんですけど、同じデジカメ写真でも iPad とかで表示すると、 iPad だけでもないな、あのノート PC とかの小さい液晶で表示するとものすごく細かく写ってるように見えるんですよ。で、よく写真が綺麗だって言われるんですけど、あの普通のパソコンモニターで見るとそうでもない。あれ不思議ですよね。そう、脇を締めて、あ、そう、手ブレ補正もついてるんですよね。そう、銚子の滝ですね。ネロさんが、タレ枯渇した。いや、ネロさん、ゲンタレ持ってんのか、常に。
で、こちらが十和田湖です。もう日が暮れる直前でしたね。日暮れ15分前かな。で、ここで放送再開したんでしたね。ここまで電波ほとんどなくて。うん、これ確か 翌朝よりも、湖面はな穏やかで綺麗だと思います。で、この後宿までまだ10キロぐらいあるんで、しかも途中にちょっと登んなきゃいけないところがあるんで、確か放送は途中からできてなかったですよね。意外と寒いんですよ。で、ここでもう最初からキャンプ諦めてました。ゲンタレは、あ、そうだ、ゲンタレ使い切らなきゃ。まだ半分以上残ってる。そう、青森ですからっていうか、標高がここで、どんぐらいだっけ ?5、600メートルぐらいですかね。まあ、矢光峠くらいかな。ん?自殺の名所なんですか、十和田湖って。で、ちょっとバイパスの方を通って、バイパスって言っても別に車多くないんですけどね。で、トンネル抜けて、で、宿に到着。1泊2000円の宿です。1泊2000円プラス朝食に400円。まあ、それぞれ税がつきますけどね。ん?電波内障、内障?で、もともと民宿やってたとこで、最近なんかこのバックパッカーズって名前に変えて、営業形態変えたらしいです。まあ、自炊宿みたいな感じですかね。あ、テントサイトあるのに。あと一応相部屋なんですけど、この時は、3人が3部屋使わせてもらってました。どこで、これは、コメントだったか、コメントじゃなくて、ウェブで調べたんだったかな、どっちだっけ。そう、トロピカルな。うん、外人の人も来てましたよ。なんかドイツっぽい感じの人だったかな。あれはクルーカットっていうのかな。割と若いその外国人男性が一人と、あと多分私と同世代ぐらいの、まあ、喋ってないからわかんないんですけど、日本人と思われる人が一人泊まってました。合計3人。そう、畳に、板引いてベッドの足があるんですけど、これ、なんかベッドの上でちょっと勢いつけてベッドに乗ると、すぐバシッと外れてしまうんですよ。で、私これ気がついて一応、この下に、付け直してから寝ましたけどね。うん。いや、部屋別々でした。で、その、外国人の人も特に、おしゃべり好きって感じじゃなくて、まあ、会釈したぐらいでしたね。あ、ドイツって私がドイツっぽく見えただけです。アメリカとかかもしれない。私が調べたんでしたっけ?でしたっけ?忘れたな。確か途中、どこで予約したんだったかな。まあいいや。で、シャワーがあるんですけど、ちょっと寒かったんで私はお風呂行きたいと思って、で、聞いてみたらすぐ近くに、この十和田湖荘っていう名前の、ホテル十和田湖荘か。まあ荘って言ってもホテルですよね、これは完全に。えらいでっかいホテルがあって、で、後で聞いたところによると、この辺りでホテルはここしか残ってないらしいです。この周辺だと、ホテルはもう他はやめてしまったっていうことらしいので、うん、ドイツやな、私もそう思います。見た目で本当に行ってますから。隣までですね、歩いて2、3分くらいかな。多分2、300メートルくらいだと思います。うん、でもこの時はお客さんいっぱいいました。三尊社で、なんか広いんですよ。さっきの外から見た以上に広い感じで、確か入り口から入って温泉、まあ温泉というか沸かしてあるらしいんですけど、お風呂のとこまで3、4分歩いたかな。で、ねぶたっぽいのがあったり、あとこれ1階と地下1階との間に流れてる滝です。これ稼働させるのすごい電力食うと思うんですけど、うん、あ、そうそう、周りは潰れたのかな、やっぱり潰れたって言い方するのかな。もうやめちゃったらしいです。次はですね、10月19、20で、岩手県一ノ関市、餅ノ関市っていうところに行くんですけど、その前まだ考えてないですね。いや、ハイホテルみたいなのいっぱいありました。で、でもお風呂入ってるとき、たまたまこの時、お風呂の中に人がいなかったんで、写真撮れました。こんな感じです。
で、ここからもなんか小さい、あの、水が流れ落ちてたり、お湯が。あと、露天風呂もあるし、お風呂も結構種類あったんですよ。厚みこれで500円です。この辺りしちゃ高い方だけど、それでも500円。うん、なんかローマっぽいですよね、これ。ローマっぽい柱が。3連休はいつでしたっけ？来週末かな？いや、まだ何も考えてないです。そっか、3連休あるんだったらまた飛行機使いたいな。いただいた株主優待券が1枚残ってるんで、アナの。一泊はさすがに1万円超えるんじゃないですかね。どうかな。私が泊まったところは2000円でしたけど。で、お土産コーナーも結構でっかくて、この時は、10組ぐらいの団体さんが入ってたのかな。いや、中国じゃ、確かですね、ホテルの入り口に置いてある、団体名プレートの中で、大体全部バスツアーの人だったと思いますけど、あ、でもバスツアーでも、中国の人メインはあるのかな。ん、バラの花びらとか特に見てなかったです。いや、ただじゃなくて半額になるんですよ。で、別にこれただお土産として売られてるだけなんですけど、こういうパックのリンゴジュース 100% の買って飲みました。美味しかったです。あとリンゴの試食とかもあったんで、しっかりいただきました。関西か、関西は、行った回数少ないですね。八丈島か。まだ八丈島は、多分、チェックされるんじゃないかな。あ、12、14か。12、14、あ、やっぱり来週末なんですね。で、宿に戻って、途中の9時までやってる、商店があったんで、そこで材料買ってきて、夕食自炊しました。富士山行ったら、凍らしても良さそうですね。リンゴばっかりです。そう、即飲んで売店の人に、ゴミ処理してもらいました。うん、八丈島2回行きましたね。ロボコン扱いというか、なんかルートが先に決められそうな感じなんで。残ったリンゴ。あ、後で食べました。残ったリンゴはですね、帰りの新幹線で1個食べたかな？いや、2個食べたか。うん、帰るまで全部食べましたね。そう、台風姉さん。で、これ宿の台所のあたりなんですけど、いかにも外国の人が来てるって感じですよね。一個一個に全部フリーって書いてあるんですよ。で、私もバラ焼きの二人はフリーって書いて残してくればよかったかなと思いました。いや、外人の人はどうしてたかな？夕食どうしてたかは見てないですね。そう、フリー、無料です。で、私はパスタを買ってきてたんで、コンロと、コンロの中のガスが切れて、たまたま切れてたんで、ちょっと待ってください。なんか、痰というか、なんていうか、喉が絡んじゃって、喋りづらい。で、これ鍋が置いて、重ねて置いてあるんですよね。それから1個借りて、パスタ茹でました。みんな食ってたら。で、こっちはその商店で買ってきた、実は300円ぐらいする、弁当のお惣菜、冷凍食品を温めただけのやつ。で、こっちが、サラダパスタと、あと100円の、ナスミートなんとかです。ナスミートなんとか。これから先、あ、飯田線も行きたいな。島巡りか。島巡りは、予定立てるの簡単なんですけどね。あとどっかあったっけ？あ、声変ですかね。今喋りづらいです。喉が絡んで。痰が絡んでかな。これでいくら？こっちが200円分ぐらいかな？こっちが300円分ぐらい、500円ぐらいしますね。右側が高いです。でもなんか健康な感じかなと思って。あと野菜類がですね、そう、商店に置いてあるのが本当に、元の野菜の状態なので、一人で料理するには多すぎるんですよね。どの野菜でも。なのでこういうの買ってきてしまいました。喉すくれすいません。
あ、朝はちょっと考えたんですけどね、3連休で朝もいいな。でも寒いかな、もう。で、あ、これでもう写真終わりか、この日は。サラスパなどはそうです。茹で時間足して考えたんですけど、やっぱり普通のパスタの方が美味しいです。サラスパはですね、すぐに、火が通り過ぎてしまって、アルデンテの状態が長く楽しめないです。もうちょっと太い方がいいですね。喉が弱い、痰が絡みやすいですね。配信の時にもしょっちゅう言わないでってよく、嫌がらせのコメントされますけど、本当にそうなんですよね。これなんだっけ、確かコメントでもらって調べたんですけど、売春の島とかでしたっけ、どこにあるんでしたっけ、紀伊半島の方だったかな。阿蘇は噴火口の警戒レベルが2っていうのはどっちの方向、どっちが1が一番高いんですかね。八丈島か。料理は好きというか、旅行中にやったら面白いっていう感じですかね。